こんにちは。今日は豚の味噌漬けを作ります。豚の味噌漬けは1日ぐらい経ってからの方が焼いてもらうのに美味しいですね。よく染みた方が。それで私はいつも1日ぐらいそう置いといて、それから冷凍しちゃいます。安い時がありますよね、 お肉の。そういう時5、6枚買ってきて味噌漬けにして、それで冷凍したりしてます。ですね、これお肉いじる時、お肉とかお魚は私いつもこの牛乳パック、これにラップを引いてそれでやります。はい、じゃあお肉を今から叩きます。これラップをもう一枚 上にかけました。なんかそうするとこれにこうめり込んでいかないというか。はい、ではちょっと叩いてみます。軽くね。あら、こっち長ったのがなくない。どうなの？お肉がね、この味噌が染みやすくなるのと、あと繊維がちょっと崩れるんで柔らかくなりますね。つけておいたら、はい、お肉はこんなもんでいいです。そしたら今度はお味噌、これ大さじ2杯ぐらいここに用意しました。それにお酒が大さじ1杯。みりんも大さじ1杯。それにちょっと醤油を入れます。醤油は小さじ1杯ぐらいでいいですね。こんな感じ。お酒とねみりんが入るとつけとくとお肉が柔らかくなりますね。お酒とねそのみりんの作用で。私お魚もそうですけど、こんな感じで味噌をこう作ってこれにつけておきます。お魚も同じ分量？そう、同じ感じですね。お砂糖とかは入れないんだ。みりんだけでいいの？そうだね。もしこれで1回やってもらって、あ、やっぱりもうちょっと甘い方がいいなっていう人はお砂糖ちょっと入れても大丈夫です。ビニール袋ですね、これに入れて1日置きます。両方をこうつけてね。はい、こんな感じです。はい、こんな風にね2枚ちゃんとつけました。これで1日置いて、これで焼いてよし。それで違うの今日は食べるんだよっていう時はこのまま凍らしちゃってください。じゃあこれ2枚の分量ってこと？さっきのお味噌とかの。だいたいね、2枚分。まあ3枚つけるんだったら3枚も使えるかもしれないけど、まあこんな感じで作ります。これじゃあお魚の場合はまたあれだよね。そうだね、そのうちやりたいと思います。お魚はねこんなんで叩いてめちゃめちゃ、ね、はい、これこれ1日半ぐらい前に作って浸しときました。はい、これはさっきはここね筋切りしてませんけど、こっちは筋切り してみました。これを今から焼くんですけど、筋切りこっちはやってみました。もしこっちがいいという人は焼くときここ筋いくつか入れてください。はい、じゃあ今からこれ焼いています。このオーブンペーパーをね引いた方がお肉がつきにくいんで、やりですね。
はい、それでは火をつけます。熱くなって、今火つけたばっかりだから大丈夫。お肉が安い時ってありますよね。これもそんなに高い肉ではないです。蓋を閉まってるのかな、どっちだろうな、その時によってなんだけど、焼けるの忘れるんだ。そうそう、今ね、なぜここね、こうして筋切りしたかっていうと、私あのこの油のとこ苦手なんです。こういう風にしとくと油がすごく食べるとき取れるんで、それでね、無意識のうちにやっちゃいました。そうね、さっき作ったのと様子が違った。なんで同じにやんないのよって言われたけど、忘れちゃってね、自分が食べること考えたら。そうね、店が染みててね、美味しそうですね。あ、でもペーパーがなかったら結構焦げついちゃうよね。そう、これね、本当昔はこういうのなんか、昔っていうかね、本当このものですよ、これでしてきたのがね。うん、私が気がついたのが、いや、だから便利なものができたなと思ってね。昔はホイルでやってたりしたよね。ことになるからあるんだけど、こんなホイル、うん、そういうのもあるんだね、うん、いやー、もう焼けたかな。美味しそうですね。ちょっと弱火にして、うん、大丈夫だったね。もうなんか硬くなってるから、1枚だけ取ってね。はい、これはね、フードプロセッサーで丸々キャベツ、今のキャベツ安いですよね。70円ぐらいで買えるんで、1個をサラダにしたりなんか何でもできるんで、袋いくつかに分けてもう全部切っちゃいました。手ではね、こんなには切れないんですよね。これで、これも空気をキュッと抜いて、冷蔵庫入れとくと、もう一日はもうたっぷり持ちますからね、これで置いておいても。使えます。また明日もこれでちゃんと使えます。はい、切る時もね、牛乳パック引いた方がいいですね。ちゃんと焼けてる、うん、美味しそうですね。ここでこれ味噌漬けですね、できました。じゃあ味見してみる。味見、美味しいです。柔らかいですね。はい、味見しましたけど、2日ぐらい置いちゃってもね、大丈夫ですよ。いや、すごいしょっぱくなってるわけでもなし、美味しくいただけます。おいで、お肉が柔らかくなってます。
お弁当のおかずとかね、そういうのにもいいと思いますよ。